進行中の自軍部隊を護衛し、妨げとなる敵部隊を殲滅してください。こんにちは、サナエです。こんにちは、ハシルバッフ。出撃する機体を選択してください。今回のマップはソロモンになります。先日は座談会に誘ってくれてありがとうっす。出撃する地点を選択してください。とっても楽しかったっすよ。ラルさんに喜んでいただけてよかったです。それにお兄さんが元気でいることが分かってよかったですね。あのあと兄貴と電話で話したっすよ。子供たちのお姉ちゃんがまだ帰ってこなくて離れられないとか。お姉ちゃんの名前は確かミシル、ミサル忘れたっすけど、早く帰ってくるといいっすね。でないと兄貴とも会えないっすよ。子供思いのいいお兄さんですのね。出撃準備完了。発進してください。ラクワン走る場出るっす。忠実なるジオン軍兵士たちよ、今こそ我らの力を見せつけるのだ。ラルさん、宇宙での戦闘はどうなんですの？僕、空は結構好きなんすよ。そうなんですの？嫌いなパイロットが多いと聞いてますが。確かに地上とは勝手が違ったり、マップそのものが嫌いなパイロットも多いんすけど、地に足がついていなくてもブーストチャージができるから、機体性能や強化の低さをカバーできるんす。なので僕は空は好きなんすよ。なるほど、初期機体の性能の低さをカバーできるってことなんですね。そういうことっすね。味方が前進するまで群れで様子を見るっす。鉄砲に投げているように見えますけど、意外と当たるものなんですのね。一応狙って投げてるんすけどね、半分は偶然っすよ。さて、群れは玉切れっすから、誰かリペアボットを置いてくれるまで時間稼ぎをするっすね。緊急使用はしないのですか？とりあえず様子を見て、場合によっては緊急使用も考えるっす。緊急使用はどうしても時間がかかるっすからね。なるほど、そうなんですのね。ちなみに時々映っている陽介スリーさんは同じ部隊の方になるっす。僕に言う、たまたま一緒にいた時にたまたま家が取れたというあれなんですね。そうっす、たまたまあれだったんすよ。後方にリペアポットが置かれたようですね。了解っす、回復に行ってくるっすね。ありがとう。回復完了。ラルさん頑張って。了解したっす。再び、ぬれぽいの時間っすね。今度は、なかなか当たりませんね。まあいつものことっすよ。拠点 Y の防衛をお願いします。もう玉切れですね。今度は近くで呼吸ができるっす。ここなら安全に呼吸ができますね。意外とそうでもないんすよ。敵が飛び込んでくる時があるっすから、ぼーっとしてると危険っすね。ラルさんは時々ぼーっとしているので心配です。言われちゃったっすね。
ただ投げているだけなのに撃破取れるんですのね。空ならではっすけどね。また弾切れっす。あらら、リペアポットが消えちゃいました。この隙にちょっとコンテナでも運んでくるっすね。はいはい、ラルさん行ってらっしゃい。近い将来、毎朝ラルさんに行ってらっしゃい、あなた、なんて言える日が来たらいいですね。そうしたらラルさんが行ってくるよ、サナエ、なんて。そして、無事に帰宅するのを待っている間はお掃除、お洗濯、それに子育て。サナエちゃん、今戻ったっす。おかえりなさい、あなた。お風呂にしますか？それともお食事？風呂、食事？何の話っすか？あらら、私としたことが。おうほっほっほ。ラルさん、ただの独り言ですので、戦闘に集中してくださいね。そうなんすか？まあ、わかったっす。サナエちゃん、なんか悩み事があるなら、いつでも相談に乗るっすからね。ラルさん、お優しいのですね。さてそろそろ、味方が前進を始めたっすから、修理が終わり次第、僕も前に出るっすよ。ラルさん、お気をつけて。大丈夫っすよ。今の勢いなら、拠点7を奪取できると思うっす。こそこそ隠れながら、行ってみるっすね。ラルさんお見事です。次はあの砂を狙うっす。反対側に逃げたっすね。そして目の前の砂も本当にお見事です。お次の敵はだと思ったっす。わあ、今度は本当にやられたっす。結果論っすけど、もっと前に出ればよかったっすね。でもラルさん、よく頑張りましたよ。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。そういえばラルさん、この前、舞台で録画イベントやったんでしたね。そうなんすよ、初めての録画イベントだったんす。1回目の出撃はこんな感じだったっすよ。出撃準備完了、発進してください。ブッカスタム走るバベルっす。現時点をもって待機命令を解除、全軍出撃せよ。1回目のマップはオデッサ鉱山基地となります。出演する舞台員の方は、課金はしないさん、とじがさん、テイカラさん、ゆうのすけ X さん、シーややさんとなります。そして僕のデッキには、撮影イベント用にブッカスタムと FS を入れてるっす。どうしていつものように食器体だけでなくこの2機を入れてるんですの？ちょっと待って、サナエちゃん、カメラマンだ。サナエちゃん、食器体だと足が遅すぎて、とても撮影にならないんすよ。だから、足の速い機体を入れてるんですよね。そういうことっす。ゆうのすけ X さん発見。キャンに乗ってるっすね。
課金はしないさん、シーアヤさん発見。龍之介 X さん、今度はブフで登場。課金はしないさんも、ブフっすね。とじがさんも、発見っす。そういえば、霊夢ちゃんとマリサちゃんは、普段何してるんすかね。で、霊夢とマリサは、普段から、とっても忙しいんですの。そうなんすか、また4人で会いたいっすね。忙しすぎて、当分の間、会えないと思いますよ。ほっほっほっほ。とじがさん、シーアヤさんは、FS に乗ってるっすね。どうもー。びっくりしたっす。いやー、毎日が、暇ですね、マリサ。そうなのゲレイム。暇すぎると、ついついフラフラしてしまいますね、マリサ。そうなのゲレイム。ついついここまで、足を伸ばしてしまいました、マリサ。そうなのゲレイム。お邪魔のようだから、帰った方がいいかな、マリサ。そうなのゲレイム。それじゃあ、レイムとマリサでしたー。今何か見えたような、見なかったような。もったまらない。レイカラさんも発見っす。戦略兵器を運んでいますね。護衛を兼ねて、このままついていくっす。サナエちゃん、さっきレイムちゃんとマリサちゃんが、何も見えませんでした。はい、その通りっす。あともう少しですよ。でも、確かに見たような。見てませんよ。はい、その通りっす。見てませんよ。はい、その通りっす。戦略兵器の起動を確認しました。やったっすね。起動成功っすよ。起動範囲から退避してください。1回目は、こんな感じだったっす。出撃準備完了。発進してください。走れば、2回目出るっす。焦りは禁物だぞ。じわじわと攻めてやる。2回目のマップはオデッサ沿岸部となります。出演する部隊員の皆さんはナモメジオンさん、ヤンヤヤーさん、ゆっくりしたい人さん、フヤンドールさん、新一の座さん、ウォータさんとなります。このままみんなで敵本拠点 A に向かうっす。龍之介 X さんと太田さんも一緒になったっす。自軍本拠点 Y の防衛をお願いします。遠くにシーアヤさんとレイカラさんも見えてるっすね。皆さん同じ戦場に慣れてよかったですね。このブフカスタムはレンタル機なので揺れがないのが痛いっすね。自軍本拠点 X の防衛をお願いします。新一の座さん、ヤンヤヤーさん発見っす。ナモメジオンさん、ゆっくりしたい人さんもいるっすね。スナイパーに狙われまくりですね。ここは見通しがいいっすからね。射程の長い砂天国になってるっすよ。西に向かってまっすぐ移動するとすぐにやられるっす。
1秒近く立ち止まってもやられるっすね。でも動いていてもやられる時もあるのでは。そんな時はイラッとするだけっす。うまい砂がいると再出撃のたびにやられる時もあるっすよ。それではやられる方はたまったものではありませんね。クヤンドールさんも発見っす。ひなたはそういうもんすから仕方がないっすね。どうも。やっぱり来たんすね。来ませんよ。はい、来ませんっす。呼ばれて飛び出てたよマリサ。そうなのベレイム。じゃ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 あんだよマリサ。誰もくしゃみも悪事もしてません。それじゃあレイムとマリサでした。あのっすね、かなえちゃん何も見てませんよね。はい、見てないっす。何事もなかったのですよ。おーほっほっほ。ラルさんだったり援軍か。私のために存分に働いてもらうぞ。連邦教師肉だな。ウォータさん発見っす。味方が押してるので砂の心配はいりませんね。そうっすね。その代わり今度は攻撃の嵐っす。どっちも嫌なもんすよ。太田さん、今度はドムに乗ってるっすね。劣化しには不調っすね。と、まあイベントはこんな感じだったっすよ。たくさんの方が参加できてよかったですね。それでライさんは今どこに向かっているのですか。ちょうど拠点7を制圧できたところっすよ。今度はうまく制圧できたのですね。エースが来てるっすからね。このまま拠点拠点地を得したいっすよ。でもラルさんが今乗っているのは支援機なのでは。支援機っていうのは支援もできる機体ってことなんすよ。つまり仲間の支援もしつつ攻撃もできる機体なんす。武器も意外と強力なんすよ。ただしアーマーと最高速度が低いからやられるときはすぐにやられちゃうんすよね。要するにやられない限りは意外と強いってことなんですよ。そういうことっす。まあやられない限りってところが難しいんすけどね。ラルさん、拠点7が取られそうですよ。了解っす。そうはさせないっすよ。これでよくいった。ありがとう。作戦時間は残り5分です。残り5分を切りました。もうこっちから敵は来ないみたいっすね。そのようです。なら僕も鉄砲拠点に突破してくるっす。ラルさん、陣路クリアです。了解っす。長距離の武器は持ってないっすからカメラガンを使いながら行くっすよ。そしてエースと補強を合わせて行くっす。その方が安全に近くまで行けるっすからね。
ゾウネコ花の先ですね。じゃあ、どっくらい行ってくるっすね。ダルさん、頑張って。なんとか、一マガジンは行きたいっすね。よし、打ち切ったっす。まずまずっすね。訓練生なのに、固定砲台は強いんですのね。きっと、ボタンを押すだけの、フルオートなんすよ。その割には、充電力があった、ステデリックですのね。まさく、初心者とはそういうもんすよ。そうですの？そうかい。充電力が、取られかかっています。了解っす。一機相手なら、なんとかなるっすね。やらかしたっす。相手が秘密だったから、助かったっすよ。不幸中の幸いでした。いや、味方が少ないから、ちょっとやばいっすね。早く制圧、終わってほしいっす。制圧完了。味方が来るまで、時間を稼ぐっす。ガルさん、危ない。ミサイルはやばいっすね。ブースト容量が少ないから、そう何回も避けられないっすよ。っていうか、やっちまったっす。ミノリスキー入手量減衰。これは死亡フラグっすね。やりたい。うわぁ。どうした？それで終わりか？終わったことは、しょうがないっす。もう一度、アタックするっすよ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。どうして拠点位置にこだわるんですの？負け試合なら、捨てるんすけどね。もう、時間も少ないっすから。足の遅い機体で、拠点8に向かっても、何もできないんすよ。ならここで、キルを稼いだ方がいいと、判断したんす。もう一匹くらい、落としたいっすね。やばい、またやっちまったっすよ。ラルさん、また死亡クラブなのでは？ただでは死なないっすよ。ただでは。うわぁ、ボロボロっすね。もうボロボロっす。下から撃ってたら、絶対負けるっすよ。生徒はことを潜じる、というか。今のは、僕が下手すぎたっす。もう時間的に何もできないっすね。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。こういう時は一番射程のある武器で適当に乱射するっす。当たればラッキーってやつですのね。カナエちゃん、正解っす。そして、なかなか当たらないもんすよ。我が軍の勝利です。勝ててよかったですね。お疲れ様でした。この戦闘の戦績報告です。ラルさん、3位です。最後、ボロボロだった割には、落ちなかったっすね。昇格おめでとうございます。これからも頑張りましょう。この戦果、自分一人の力と思わぬことだ。お前の仲間が勝たせてくれたのだ。ラルさん、昇格おめでとうございます。すごい戦果を上げています。サナエちゃん、ありがとうっす。次回はお兄さんのいるベルファストに行きましょう。本部より、いいっすね。サナエちゃん、開封するコーナーを選択してください。ご視聴ありがとうございました。